行っていきましょう。あ、電気つけます。電気。これいつも忘れてるやろ。今日絶対熱飛んでやろ。今日。ありがとう。覚えてた？今日は。そう覚えてた。ちゃんと。なんで覚えとったやろ。慣れてきたんかな。待って暑い暑い暑い。暑い。どうしよう。大丈夫？Hi guys、Hot r e a i t y ようこそあゆみです。 このチャンネルではアメリカ発祥の SNS レディットに投稿された HOT でクレイジーな海外ニュースを日本語に訳してシェアしています今回のゲストはこちらのメイです。こんにちはメイは、大阪出身やな大阪出身で今ミネソタに住んでて海外生活仲間、うん、海外生活仲間。全然合わへんけどな遠すぎて本当となそうかな うん夏寒いみんなにそたもう寒いよ寒い十六度とかやばい寒いってなんなんいやほんまに寒いからもうすぐ冬ですよ雪雪とか降り出すんかうんもう明日明後日になると最低四度とか六度だった天気予報はい待ってよでさこれさメインにメイを招待する前だからゲストを考える前に 集めたさお話たちやねんけど全部さ子ども子ども関連みたいな子ども親と子ども関連そうでメイはあの、息子がいてて息子がいててんか子供息子がいてるんですよほんまに子どもがいててめっちゃ可愛くてメイじゃって言うんだけどメイじゃ後で起きてさ参加してくれたら可愛いねんけどこういう時に限ってネよねんたぶんまあ まあそれはそれでええねんけど、全然。はいじゃあ、子供がまらみでのお話をしていきます。うん、よその子にプレゼント開封の瞬間を邪魔されてしまい、後から加工でその子を写真から消した私はクソ野郎なのでしょうか <laughs> 意味わかる,かる主な登場人物が登校者が女性で、その人の息子が5歳、息子の友達が6歳で、その息子の友達の母親が出てきます。 私はついこの間ベビーシャワーを行いましたベビーシャワーは出産を控えた妊婦さんのために開催するパーティーです私の5歳の息子以外は女性の友人と家族だけの小さなイベントにするつもりで頑張って計画していたのですが招待客が勝手に夫や彼氏息子たちを招待し始めたのでそうもいかなくなりました争いを避けたかった私は最終的に周りに都合を合わせ自分のフィアンセにも来てもらうことにしました息子にに、はこれれから生まれてくる弟のために みんなからもらもったプレゼントを開けるのを手伝伝っててほししいいと事前に伝えていましたプレゼント開封の瞬間はバルーンアーチや飾り付けの前で私と息子とフィアンセの3人で可愛い写真を撮る絶好の機会になるだろうと思っていましたところが息子と仲良しのもう一人の男の子が母親に「僕もプレゼントを開けていい?」と聞きそれに対してその母親は「いい考えね投稿者さんに聞いておいで」。 投稿者さん、かっこ私に聞いておいでと答えたんです。その子は私のところに駆け寄ってきました。私はその子に何と言っていいのか分かりませんでした。私の母親と友人は子供たちに聞こえないようにそっとその母親に話そうとしましたが、彼女は、投稿者さんは気にしないわよ。うちの息子はいい子だし、とても喜ぶと思うわと言い張りました。はっきり言いますが、息子たちには何も聞こえないよう配慮しました。 言うまでもなくその子はもらったプレゼントのほとんどを開けてしまいその時々撮ったすべての写真に写り込んでいましたこの子が息子のそばを離れようとしなかったので誰も私と家族だけの写真を撮ることはできませんでした二人は仲がいいのでしょうがないですが私は何も言うまいとその場でじっと耐えましたが後でアプリを使い写真からその子を消して私と息子とフィアンセだけの写真に仕上げました それを知ったその子の母親は私がしたことはあまりにもひどく傷ついたととても怒っています。これって私がくし野郎なのでしょうか。<laughs> いやおもろいな。やばいこれ <laughs>。何これやろ。これさあやばいな。いや変やんなその母親が。それはもちろんその友達のお母さんが悪いよな。うん。悪いっていうかなんか。変。それは。 え自分がもしそれメイジャーがやりたいって言ったらうん、行かせへんやん行、うん、かせまず行かせへんくて、ね、でなんかそれでもなんか最後に「一緒にやっていいよ」って言ってくれたら行、うん、かせるかあっちからなそうあっちからい「うん、いいよいいよ」みたいなほんまに「いいよ」うん、みたいな感じやったら行かせるけどまず行かせへんよな最初から。 なんかさお母さんが「それはいいアイデアだね」みたいなそれがやばいよやばでさそっからさ周りの人がさ「ちょっとそれは」って周りがもう気づいてもとうやん変なことって「でちょっとそれは」って言っても「いや大丈夫やって」っておかしい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 おかいおかしい何かそこの境界線わからんなうんその常識どんだけ常識が違うレベルやなそう なんかでなんかめちゃくちゃ仲良かって、うん、わかるけどでもなんかそうやって加工して、うん、で加工したことに怒る,起こ起こるっていうことはなんかそこまで仲良くもなさそうな <laughs> <laughs> その,あの投稿者の人とそのママ、ね、マ,マがなそうしかもその説明の仕方的にその息子と仲良い,い この母親っって言っとるからその母親同士で友達なんじゃなくて息子同士だけで仲いいみたいな感じやんまともってやつやな多分いやんかほんま引くなうんんか引くそうなんかちょっと頭のネジが取れてるかもしれんんでるない、うん、ちょっとちゃうかもしれないでコメントがあなたはクソ野郎じゃないそんな母親はありえないわ常識を身につけるべきだあとあなたは優しすぎ 私だったらその子がプレゼントを一つ開けただけでその子を追い出すねこれはその母親のイベントじゃないし彼女の子供に目立つ権利なんてないんだからで投稿者がそれに返答してその子の前で何て言えばいいのかどう振る舞ったらいいのかわからなかったんです「ダメよママのところに戻りなさい」なんて言ったら間違いなく私がクソ野郎扱いになっただろうしそれはわかる絶対にそんなことがさ起きたらさもうどないしていいかわからんもん その元のコメントをした人がまたそれに返答で「うん、お手伝いしてくれてありがとう」「残りは私たちがやるからお母さんのところに戻っていいよ」「上手だったね」「これなら礼儀正しいしその場の人たちにもその子のお手伝いが歓迎,歓迎されていないことを伝えられるのでは」うんうん「その母親もすぐに親として正しい行動をすべきだと理解するでしょう」「もしその子が戻ろうとしなければ避難の対象は」 お祝いの主役であるあなたじゃなくその母親であることがみんなわかるはずです意味わかるうんそれいいよなわかるなんかでもさそれをさパッと思,思いつかへんそれコメントではさいっぱい考えてさ打てるけどさ、うん、その立場に立ったら当事者になったらそんなパッとさこう頭聞かせてさその子供にそんなこと言えるかなみたいなえでもそれは多分子供おったら言えると思うなんかあ言える,あ言える これはもうめっちゃビッグイベントみたいなそのベビーシャワーやけどうん、うん、普通にもうこの同い年の子と遊んだらやっぱりやりたい私がやりたいあ<ー>もうこれになるから、うん、でもう,もうお母さんたちはその対処は分かってると思うね、うん、そ,<の>そうなんやそのうまくできるようにうでもそれはちょっとあのママ友の人がちょっとな けてるね、常識にそう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 私やったら最初からもう呼ばんなああ呼ば呼びたくないんかそんな普通のまあ息子そうかそうやなでも息子はそれがまだないねんかそのお母さんとも仲いいし子どもとも仲いいやから私 は今の場合なんか何やろもうガチの,なんかその学校のママ友みたいなはおらんだから分からんどんな感じなんやろ呼ばなあかんのかなみたいな,なんでそこで呼んだんやろって感じやんなどういう関係で呼んだんやろっていう話やんな呼ぶとしたらお母さん私がお母さんとも仲良くて子供も仲いいっていう人を自分のパーティーやったら呼びたい 確かに。しかもさ、うん、息子の誕生日パーティーじゃなくてさとかじゃなくてさ自分の <laughs> <れ>自分が主役のパーティーにそれそれまああんまりそんな知らん人呼びたくないよなうんそれやねんでも<ー>なんかアメリカって結構誰でもウェルカム系あるよな多分なるほどあるある あのプレゼント持ってきてほしいものはいっぱいの人に、うん、なんかそれもあるんかも文化の違い難しいな確かに難し,いなしかもさこのコメントの時にさこう,こう言ったらよかったんちゃうって言ってるけどさ、うん、多分さどんなに何を言ってもこのお母さんはあの微動だにせんと思う, <laughs> い,ういや無理やろうだってなもうなんかマジで常識が違うなんか分かってない状況をだってもう おかししいやん加工てて怒ってそうそこがそう自分が主役やと思っとんかなみたいなぐらいのぐらいの勢いでから子供のな子供のパーティーやったらいいけどほんま、うん、ベイビーシャワーなんかの<う>自分のパーティーやねんから投稿者さんのパーティーやからちょっと変だなっていうあきまへん <laughs> <laughs> あきまへんよこれはいやー変っていうお話でした おもろいやろ。おもろい、おもろいね。海外でしか起きへん話やと思う。なんかアメリカでせやな、アメリカかは分からんねんけど、まあ多分アメリカかな。さやな。まあアメリカかなこちらの感じそうやねん。そう。ホテルリット。難しいねこれは。うん。いや難しい。ちょっとなんかこれはまだ難しないよ。 これは結構さその女の人が悪いやろ絶対ほぼ、うん、私やったらてかこれ叩くとかもあかんやんアメリカあんまりうんもう私は結構もうもうアジアのやり方アジアってかもうじ自分のやり方日本のやり方もうあかんもんあかんしああ<ー>かそ,の、えー、それってさ<え>でも日本じゃなくない日日本はさあその日本ははさルルールがあるけど みんなの前でそんな大事にせんこう裏で言わへんえどうやろうでもなんか子育てで子供と親っていうので言うと、うんうん、なんかそのアメリカは結構なんかお怒らんというか、うん、例えばあ<ー>なんかご例えばねご飯とか残しても、うん、大丈夫大丈夫みたいなあの無理して食べなくていいからうん、うん でなんかそれも先生に言われたことあるなんかそんな嫌なものを食べさせ続けるのはなんかその、うん、なるほどななんか子供にとって悪いから精神に悪いみたいな知らんしって感じ親は私やねんって話やんなそうなん,かなんかそれはむずいむずい意味はわかるその周りから口出しされるの多いよなうん<対>でなんかその食べ,な食べたくないものは食べなくていいみたいな、うん、うんうんうんそのでもあかんやん かってかそう育ってないやんそう育ってないやんそれが違うなんでそう思うんやろう <laughs> なんか,なんか野菜を食べんでえー、ってなんでそんな言えるんなんでそんなことを言う,言うほんまにわからん <laughs> でもすごいよなほんまになんか,、うん、なんかご飯だけじゃなくほんまあんま怒らへんでも私はめっちゃ怒ってしまう確、うんうん、かわからんけど確かにそれアジアかもそ,そこは確かにアジアかもええ なんかあかんかもんはもう絶対あかんそう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 アメリカの人らは結構「あかん」って言うんじゃなくてまあいい,いいと思うねんでなんかそのふんわり伝えるみたいなそうなそれに響いてるんか響いてないんか分からんでも結構結構やりたい放題なコーラもお多いからさ多いからなんかそれはでも文化の違いなんか。 なんかお母さんたちが優しい気がするうん優しいか甘やかしてるかなただ、うん、でもこれもなんかその,<や>その人,人種っていうかそれによって違うそう思ったなんかさ、まあ、ア,メリアメリカ人って言ってもそういろんなアメリカ人がおるわけでヒ、うん、スパニックはアジア人に似てると思うめっちゃ厳しい、うん よなヒスパニック。は黒人黒人も似てる。厳しい派やな。じゃマイカ人。アメリカの白人があれなんかな甘やかし系やな。そう。なんか区別じゃないけど、でももうそういう傾向に多い。なんか例えば。みんながみんなそうじゃないけど、そそそうううたくさんの人がそうっていう。例えばなんかバーンってコッしたとしても、なんか「It's okay」みたいな。 何がオーケな全然オケーちゃうみたいなその何回も何回もしてもとかああなるほどだからいつ OK 何かそこで謝ることを教えたり片付けを一緒にすることを教えたりせえへんもんなちゃうねんいつだってそこでそこまで頑張って運べたねらしいこぼしたこぼしたけどだからポジティブに行こうっていううん それ難しいよなでも私は合わへんそれはそれはあかんもんやっぱあかんって教えないと区別がつかんでなそうそうそう何でもかんでもやりたい方だみたいなって思うたら困るしだからこれはちょっと難しいなこの子育ての仕かうんそう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 それですわすごい めっちゃ、ま、ママの観点を今もらってるって <laughs> そうそれは思う、えー、でもそれはベラとどっちの文化も分かるからうんそうやなベラとそういうこういう話聞いた時にしゃべる、うん、別に子どもおらんけどさそういうこういうストーリーを聞いて話す時話すこともあるからなんかすごい文化の違いが家庭によるね家庭、うん、そう文化とあと家庭の違い絶対どっちにもいいことも悪いこともあるもんなどっちの育て方も、うん、そうそうそう オッレリットトレ次行きまーす夫が仕事から帰ってくる前に夫の誕生日ケーキを息子に食べさせた私はクソ野郎ですかクソ野郎ですかクソ野郎でしょうか主な登場人物は投稿者が女性でその人の夫その息子が3歳で義理の姉が出てきます昨日は夫の誕生日で私は両家の家族が集まるディナー会を計画しました しかし主役である夫は仕事の会議が大幅に長引いたせいでほとんど参加することができませんでした私たちの息子は3歳で寝る直前に糖分を食べると寝れなくなると知っていたので息子にだけ夕食の後にケーキを少しだけ食べさせましたそもそもこのケーキを夫への誕生日プレゼントにしたいと言ったのは息子で彼だけ先に食べることが大きな問題になるとは思っていませんでした夫はそこまでケーキが好きというわけでもなかったから 息子の提案がななければケーキは用意しなかったと思いますですが義理の姉夫の兄の妻がこれを大ごとにし始めたんです誕生日の主役がいないのにケーキを切り分けるのは失礼だ彼はもうすぐ帰ってくるのだから息子を待たせるべきだと言ってきました私は夫のことをよく知っています彼の「もうすぐ」は20分から3時間の間を意味し そんなに長くつ待つつもりはなかったので先に息子にケーキをあげたんです義理の姉の発言のあとに続いて数人が「私の判断を間違っている」と言ってきましたが父親の帰りが遅いからといってどうして息子がケーキを我慢しなければならないのか理解できず腹が立ちました夫は結局それから1時間以上後に帰宅しすでに一切れなくなっているケーキを見ると息子がケーキを先に食べたことを冗談で叱りましたがもちろん本気ではありません これって、私がくせ野郎なのでしょうかいいえいや私の意見はいいえ,いいえ絶対メイはいいえって言いそうやなと思ったそんなんそんな大ごとじゃないもう旦那 <laughs> 旦那ケーキそんな好きじゃ言うてんのにいいやんもう <laughs> なるけどもう周りやんな周りがおったらってかさギリギリの姉、ね、ってさそうあの夫の お姉ちゃんじゃなくてさ夫のお兄ちゃんの娘妻そう何ややこしいほっとけよって話口出すなほっとけマジででも最初はちょっとあイみはさあイみ自身は絶対に待ってほしいから子供おらんから分からんのかもしれんけどでも子供おったらそれは別にどう子供が食べいや止めるで止める止める私やったら止めるけどでもそうやって ね、ミーティングやったっけミーティングで遅れた、うん、会議やったで遅れ,遅れてもうなんそんなでもほんまに待たれへんのも分かるでも、うん、その子供が待たれへんのも分かるししかも<え>寝る前にもう,ん、そう,そう,そうシュガーハイになるからっていうのもめっちゃ分かるでもさそこでメイはじゃあメイじゃに「あの明日まで待とう」とか言う言う言う結構思っ<な>てる みも言ううと思う、うんうん、でもそのこの女性が食べさせたんは別にそれはそれで悪くないって思うってことやな、うんなもうなんかそのパーティーとしてみんないや分からんなでもなんかいや <laughs> そう考えたらそうやんなだってそう最初聞いた時は第一印象はちょっとなんかあーって思ったなんかあー食べちゃうかって思ったけど まあ旦那がいいんやったらええんちゃうみたいなえそうなんか旦那の性格にもよるやんなだって、うん、そりゃな夫が絶対待ってほしいって人やったらさ嫌や,やろうけど待つしてか、うん、もうそのパーティーではもう出さんよな出さんっていうかもう次の日やんな、うん、ケーキはでもケーキはだから息子のアイディアで息子は多分ずっと楽しみにしとってんよな,んなそうそれがあるんやわ アイミは絶対待ってねって言うけどどんな状況やったか分からんやアイメらにはもしかしてさママがずっと朝からさ投稿者がずっと「ケーキ楽しみやね」とか言ってたかもしれへんしそれでさ結局「今日食べれへん」っていうのもかわいそうやんむずいなんかどんなでかいパーティーをしたんかは分からんけど家族家族だけやんなでもうんまあ近い家族みたいな。 イメージ的にはでもそれ待ってもらうまずあいみは息子に待ってもらうもう待ってもらうから第一はそれやなうんでも多分メイじゃそれって子供にもよると思うね多分待てへんかったらっていううんんかもうほんまにそれで感んしゃで分かるからんかもうキャってなってしまう子やったらそれをみんなも知ってるならしょうがなかったって思うけどうん 一応待たすな待たすっていうか気をそらすケーキのことは忘れさせる、うん、絶対もうそうすると思うさあ難しいなでも旦那別にケーキ好きじゃないねもんな、うん、でもう子供があげたいって言ってそうそう,、うん、そう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 なんかその旦那のそのスーンがもう2三3 0分じゃないのめっちゃ分かんねん、うん、もう しょううがなな、いよもめっちゃそれうちの家やねんそれもうスーンはもう2時間1回とかじゃなくてもうあの人のスーンはもう何時間単位やねんだからそれで違うあれやんな違う文化というかそうでわかんねんもう待たれへん絶対すぐ帰ってこへんでもわかるけどだから妻がそれを一番知っとわけやんそう。そうだからその人が言う オッケーならオッケーやん投稿者がそう思うならそれで良いやんっていう、うん、もう義理の姉は黙っとけもう黙っとけ <laughs> そ,<れ>そうでもさそれだけこれコメ,そうコメントでさめっちゃみんな別れとってさ読むな、うん、すごいねこれこんなに別れとあのコメント欄をあんまり見たことがないっていうこれがえっとこれはあなたがクソ野郎でしたねバースデーケーキは息子さんではなくご主人のためのもの,ものだったんでしょ タイミングが合わないなら息子さんにはケーキは明日ねと言って別のおやつを与えることもできたと思います。私がご主人だったら傷ついたと思います。ご主人の会議が長引いて正確あなたが計画してあげたディナー会に間に合わなかったから少しカチンと来てそうしたということはありませんかその気持ちはわかります。もし彼が頻繁にそういうことをするのならあなたはその不満を伝えるべきだし。 あなたの時間と労力を尊重する責任があると、ご主人にも知ってもらう必要がありますね。これはあいみ。多分、第一印象はこんな気持ちやった。あゆみは。うん、あの、自分自身がケーキとかさ、こうなんていう。あゆみの誕生日は絶対にあゆみの、あゆみが主役がいいっていう性格やから。うんうん、その、あ誕生日ケーキは絶対待ってほしいって思うけど。その旦那さんはちゃうやん。旦那さんはケーキどうでもいいみたいな。人やから。うん。うん じゃい,いんちゃうん？っていうで、他のあのあと2つコメントがあって、これはあなたはクソ野郎じゃありません。あなたの投稿内容から見るにご主人は気にしてなかった。理性のある大人であれば当然でしょう。ここで重要なのはご主人の意見であって、あなたの義理のお姉さんと他の数人の人たちはただのケーキくらいで真剣になりすぎ。こういう人たちは誕生日好きをもう必死に祝う人たちなんでしょうね。 私それで誕生日好きめっちゃ言わないよそうでも私もそこまでそこまで執着ないねん自分の誕生日ケーキとかうんサンいっぱいおるよなほんまになんかもう別にどっちでもいい食べててもいいし別にパーティーがまずなくても全然 OK よしみたいな。 だから夫はそういう人ってことを投稿者は知ってるわけやんそうやその上での行動やからあんたらは何も知らんからさ周りの人らはもう周りはやいやい口出すなっていう話やろ、ね、<laughs> <う>ほんまにそうやねはいでもういくが「確かに投稿者さんは息子くんにダメと伝えて待つことやその他の大切なことを教える機会として、うん、この状況を生かすこともできたでしょうね」 だけどそんんんなな機会なんてこの先いくらででもあるんですよ。<laughs> 子供にケーキを食べさせたからといって何か大切なものが失われたわけではありませんこの年齢の子には親が有言実行の姿を見せることも本当に重要ですケーキは夕飯の後と言ったならお母さんはその通りにしなければいけませんじゃないとまた同じことが起こった時に何時まで待ったら食べてもいいよと言っても子供はその言葉を信用しなくなってしまいます後で言ったことと矛盾しないのならば ダメととと言って待つここを教えるる。もできるそれは親である投稿者さんに決める権利がありますケーキを先に食べることで唯一影響を受ける人物はお父さんですが彼も気にしませんでしたよねここで唯一クソ野郎だったのはよそ者のくせに投稿者さんの子育ての仕方を批判した義理のお姉さんですね、うん、息子くんは彼女の子供じゃないし誕生日ケーキも彼女のじゃないんだからたとえ客観的に見て投稿者さんが間違ったと 間違っていたとしても、義理のお姉さんはこの件に口出しする権利はないですよ。間違いないです。間違いない。ほんまに間違いない。このコメントめっちゃ良かった。もう間違いない。どんなにどんな気持ちになっても、あんたのことじゃないから。<laughs> そうやね。あんたの誕生日じゃないから。口出すな。ほんまに。ホット系。っとけっい,いやほんまに。このコメントがめっちゃこう良かった。サマリーとして良かったです。でも言ってまうかもな私逆に。<laughs> きょうだいお,お,お,姉お,っっお姉ちゃんおるよ、うん、でも年離れてるめっちゃあそうなお姉ちゃんのさおな何ちゃうわお姉ちゃんの夫の,、うん、の兄弟えお姉ちゃんの夫の兄弟やんなこれってに言うギいやえ義理のあそっかそれで離れとうで結構 <laughs> お姉ちゃんの夫の言わんよなまず。 妹みたいなそうに言わんやろ。で、あっちの家族ってことやな。だからうもうお姉ちゃん全く <laughs> そうそう全く血も何も繋がってない家族に言わん言わん。好きやったんじゃん。夫の <laughs> <人>やばい <laughs> ド,ドラマを起こす。ドラ,こすドラマやなかなりかなりドラマやね。好きやったんちゃうかって思うぐらいの口出ししてくるて。口出しおかしいな。うんおかしいよな。 うざい。でも、アメリカなんか口出し好きやんな、アメリカに住んでる人。え、そうかな、そうやんな。いや、でも、わからん、ごめん、わからん。日本の、あ、義理の家族はめっちゃする。義理の。そう、する。あ、めっちゃ。そうやね、なんか、いろんな、いろんな修羅場をくぐり抜けてきたから。 あゆみもそれもうなったらこっちももうめっちゃ言い返し必要になる,になるようになったわ <laughs>、うん、かるわかるおかしいもん言われ続けるのはおかしいしそういうの面倒くさいよな面倒、うんま、い時代ちゃうねん間違いないです言うなら今の情報を全部なんか分かってから言ってこいってうん間違いない何も知らんねんってそう でもさ、アイミラもそうなるんかなそうなるのが怖すぎてさ親として自分の経験をさ押し付けたくないなと思って子供にだって絶対子供たちの方がさアイミラよりさ知能,知能はよくなるんじゃないけどこうなんて言うんその時代にあったさ情報を学ぶわけやんえでもいやそれはやもうやらんと思う絶対いや、分からんけど、うん、その悩みを知って押し付けうんうん、うん、だってせえへんことを願うホットレディット 次行きます、はい、あ、これおもろいね、次よその子を叱って姉の誕生日を台無しにした私はクセ野郎主な登場人物は投稿者が34歳の女性投稿者の姉が40歳姉の娘そから投稿者の姪っ子が16歳です夫と私は先日私の姉の誕生日パーティーに出席しました 家族や友人も大勢来ており、初対面の人もたくさんいるとても大きなパーティーでした。夜が更けるにつれ、小さな子連れの人たちは帰っていきましたが、パーティーが終わる真夜中になっても、まだ数人の10代の子たちが残っていました。私の姉には2人の子供、娘が16歳、息子が17歳がいますが、その子たちはほとんどずっと他の子たちと一緒にいたので、私は彼らとあまり話す機会がありませんでした。とは言うものの、 姉の後片付けを手伝っていたときに私はメイともう一人の男の子18歳の会話を耳にしましたその男の子はメイに「大人たちに気づかれる前に残ったお酒を取ってこいよ」と促していたのですがメイは何度も嫌だと断っていましたこの時点でだんだんと事態が悪化しているように思えた私は完全に聞き耳を立てていました「二人は誰も自分たちのことを気にしていない」と思い私が聞こえるところに立っているとは思ってもいなかったようでした その男の子が酒を取ってきたら気持ちよくさせてあげる。あとで楽しませてあげるよ。などと言っているのが聞こえたところで私は2人の会話にわって入りました。彼の言葉に対してメイはうわ、キモいと言っていましたが私は彼に何てことを言うのと詰め寄りました。彼は私が一部始終を聞いていたことに気づくとまるで夜道で車のヘッドライトに照らされた鹿のような表情をしてどもりました。私は彼にメイを軽んじる振る舞いを。 恥じなさい」と言いました「メイはすでにお酒を盗むなんて嫌だ」と言っていたのにそこへさらに握力をかけて「圧力そこへさらに圧力をかけてセックスの駆け引きをしようなんてとんでもないことだ」と「私が彼を叱っている間に男の子の父親37歳がやってきて私に息子をしつける権利はない息子はただのティーンエイジャーティーンエイジャーで彼の行いは何も悪いことではない」と言ってきましたそれから 私が仲間の前で息子の尊厳を失墜させ彼ぐらいの年齢では当たり前の衝動を恥ずかしめたと責めてきました一体何様のつもりなんだと彼が私に向かって声を荒げ,げ始めたところで私の夫や他の人たちが気づいて近くに寄ってきました夫は彼に妻にそんな口を聞くな引っ込んでろと言って対処してくれましたが姉は私たちをパーティーから追い出し恥さらしだと叱ってきたのです 姉はその後、私がその男の子と父親に謝罪するまでは二度と私を歓迎しない私が余計なことに首を突っ込んだおかげで自分の誕生日は何もかも台無しになったとメッセージを送ってきました実は例の父親は姉の仕事仲間で私が余計なことをしたせいで彼女の仕事人生がめちゃくちゃになったというのです今私はとても悪いことをした気持ちがしているのですがこれは私がクセ野郎だったのでしょうか 何これヤバ <laughs> いやろやいろいろとヤバいええいやいや普通に男が悪いと思うし、うん、だってえでも怖<い>そんなん知らんしな親親男の子の親そうえどそれがさ例えば大統領の娘であれってもさ 最悪、最悪なことやん。んお父さんもめっちゃ権力ふる、振るい回してるみたいな感じやん。どう考えても。そうなんやろな。自分の息子がさ、他の知らん、なまあ、知らん人じゃないけど、他人の女の、あ、他人の娘をさ。使って、酒を、そう、酒を盗ませて、それをセックスで解決するっていう。<laughs> おかしいやん。え、す、そう、それをかばう親がやばいな。と思っていろいろとなんかやばい。やまやかされてんの。うん、怖い。 これやん、さっき言っとったやつやん、その、いつ、okay. <laughs> それやで、ね、ほん,、ま okay、やんな。<laughs> こんなにそう、こんなに悪いことしとっても、いつケー。ええやんって、か子供やからしょうがないみたいな。ティーンエイジャー、18歳やで、ん15歳とかじゃなくてうなん、うん、大人、18歳。で、そこでさ、叱らんかったらさ、いつ叱るんっていう、もうだからこれで問題ののや,やん。そう、はい。<laughs> 出,来出来上がり。 うん、もうレシピはもうなんかそのそいつの将来目に見えてるもんなんか女の子妊娠させていやいやなんかどうしようみたいな、うん、もう将来が見えてるうんそうで親が「もうええやんしょうがないしょうがない」って、うん、うわ怖い,怖いですでコメントで、うん、あなたは全くもってクス野郎ではありません同僚との関係でお姉さんが動揺しているのはわかるけどその少年は人前で恥をかく必要があった、うん、彼がなぜそんな行動を取ったのかは明らかです リンゴは決して自分の木から遠いところには落ちないものです。これは英語のことわざで子供は親に似るという意味です。きっと家で叱られたこともないんでしょうね。あなたはクス野郎ではありません。むしろ社会と身を守ろうとしたあなたの勇気ある行動には公で感謝の意を表したいくらいです。そうそうでそこにあの投稿者の返信がコメントありがとうございます。実のところ自分の取った行動は間違っていたのではないか心配になっていたんです。 私は10代の子供を持ったことがないから大人がいちいち首を突っ込むべきではないことや彼らのプライバシーを尊重してやる必要を理解できていないのだと姉から言われてからは特にまた私はその子のこともその場の状況も知らなかったのだから姪がちゃんと対処できるとただ信じるべきだったとも言われましたいやいやいや姪っ子守ったん,どうしたんこいなあ姪っ子分の娘を守って<ノー> <laughs> そう。 で次のコメントで「あなたはクセ野郎じゃない」「ちょっと待ってあなたのお姉さんは大人たちに隠れて自分の娘に酒を取ってこい」とけしかけあげくセックスに勧誘しようとした男の子を叱ってくれたあなたに腹を立てたってことですか、うん、そして彼女は彼を叱ったからという理由で妹であるあなたをパーティーから追い出したのそれからその父親彼は息子の行動について反省するどころか言い訳し あなたのお姉さんはそれを許したってそいつが会社の同僚だからってことは10代の衝動を抱えている息子をパーティーに連れてきてその息子があなたの命に酒を取ってこさせた後にお楽しみに誘うのを許すってこと悪いけどまるで何かのコメディードラマみたいねあなたの姉がその少年の父親と不倫でもしているかしているとか言うならまだわかるけど。 どうして彼女が彼の味方をしたのかそれから自分の娘が自分のパーティーでそんな嫌な目に合わされてどうして平気なのか私にはさっぱりわかりません不倫してんじゃん間違いないです不倫 <laughs> したんじゃんちょっと思うねんけどんなそれなんかちょっと確かにって思うそのコメント聞いてから不倫してたらおかしいもんやばいな,でもなんか怖いなもうアメリカ怖いな、うん、怖いです いいいろろと怖パーティーごとになるとやばいのアメリカ人 <laughs> うんそうやんなイベントなイベントごとになるとでさこれをさそのいつも毎回毎回言うねんけどそのこれを投稿しとうってことはさこの投稿者はほんまに自分が間違ってるんかなって聞いてるってことやん、うん、間違ってないのにさ絶対にこのめいっ子は絶対助ける人が必要やったやん、うん やのにほんまに聞いてるってことはマジで自分が悪いって思わせとんや周りがだからくすかわいそうやばい投稿者が逆にそんなことをさみんなの前で言うの恥ずかしないんっていういやほんまになその父親のどんな環境 <laughs> 難しいね怖いですね怖<い>、うん、これ最近の話やろうからさそんなん多分10年前とかじゃなくて最近の話やと思うからさこの18歳は こんなご時世に生まれても女の女のことをこういう目で見てこういう男になんねんでだからもうもお父さんのだ,、ね、んんだってもうそういう感じそうやんう、うん、お父さんの音だからおじいちゃんもそうなんなあれ見たユーフォリア見たみ全部見てないねけどあれやろパパの話やパパとそあのそれが出てきた今その親子がああはいうわーそれやわめっちゃめっちゃ確かにそうあの当てはまるな 嫌、うん、や,やね怖いお金持ちの甘やかされたクソクソきいやほんまに <laughs> クソきっとでもさ子供のせいじゃないもん親の,い親のせいやもん間違いないってと思うとその親,親もさその親の親のせいや <laughs> もうっていうのをいつもほんまに思うこの社会が悪いこの社会が悪いって思う最,最終的にもうなんかせんなそこのそこの家の血血がもう入ったらもう体に。<laughs> もう <laughs> 無理なんじゃん無理な,な <laughs> でもあれやんやっぱさ社会的なさ圧力とかもあるからさ、うん、例えば男性はこうあるべき女性はこうあるべきっていうそう,そういうのがあってああっていうそういうことを考えるとまじこの世界に希望を失うけどどうしますかど <laughs> どうううししまますすかかかかややばいいなえなんんんももでで日本ではありえへん いや、う日本も分からんなまあでも全世界全世界には変な人がおるってことやんな多分常識がない,な,いなんかはみたいな、うん、さあ常識っていうのがむずい、ね、な常識っていうのが常識じゃないね,ねんもう常識 <laughs> そう一人一人の常識が常識じゃないっていうそうやねんそうむずいよなで国際結婚とかしだしたらさもうそれが試される毎日お前に常識覆されてるもんな <laughs> 面白かかったでしょう結構め,めっちゃメインにあのベストなストーリーやったと思う子育て子育てパーティーやったなそう子育て <laughs> 子育てパーティーそうということで皆さんチャンネル登録無料なのでチャンネル登録をポチッと押してフォローしてくださいいいねもすべてコメントも押してくれたら嬉しいですそれでは次のエピソードでまたお会いしましょう <laughs> Thanks for listening Bye